あれさん、ララさん、ブンブンさん、トッキーダーさん、トーさん、ユリさん、こんばんは。こんばんは。今日はね、学校の髪の毛のままなんですけど、ポニーテールです。こんばんは。ちょっと今ね、喉のね、奥がね、痛がゆくてね、声が小さいかもしれないけど、許してください。めっちゃ喉が痛い。よいしょ。福岡楽しかったよ。来てくれてありがとう。ありがとう。風邪ではないかもしれないけど、大丈夫。なんかチークが濃い気がする。ね、濃いよね。って ちょっと待って。これでどうだ。よいしょ。変わってない。もういいや。ね、久しぶり。お久しぶりです。超久しぶりだよ。よいしょ。4時までゲームはダメ。マイカが見てるよ。マイカちゃんいるの？お風呂好き、お風呂好きなぎさだよ。はじめまして。学校お疲れ様。え、キーマーカレー丼いいな。作って食べてるよ。え、そうなの？今日は8時までやるかな。何のゲームしてるの？私は、でも最近は荒野行動をずっとやってます。荒野行動やってます。よいしょ。すごい垂れ下がってる。待って、なくなっちゃった穴が。まあいいや、大丈夫じゃん。大丈夫だったかなっちゃん。ゲームは課金するの。でもね、今年ね、課金に挑戦しようとしてよ、してみようと思う。するって決めてるんだ。したいんだよね、課金。だって課金した方が絶対さ、さらにゲーム楽しくなるしさ、絶対いいよね。学校大変？でも大丈夫だよ。大丈夫。やめられなくなる。嘘。やめられなくなる？ね、まだよ。どうしよう。ドンパ？ドンパチ上層ってなんだ？わかんない。PUBG ね、なんか、エイムが私下手なの。だから、合わしにくすぎてね、ダメなの。PUBG ね、5回もやったことない。やばいよね。課金地獄。まずさ、小鳥ちゃんの誕生日と、ニコちゃんの誕生日には、絶対したくて。あと、小屋行動に、のお洋服が欲しい。なんか買ってみたい。ミラクルニキね、マイリストだけどね、消しちゃった。なんか、そう、ヨルちゃんもね、そう、なんかオーディションの時に、二次オーディション？イコラブの。その時に、ヨルちゃんと知り合ったっていうか、なんか、早めに着いちゃって、それで一緒になったんだけど、そこで、なんか、ヨルちゃんがミラクルニキやってて、私もやってるよって、で、そう、
それでね、そこでフレンドになった気がする。だけどね、消しちゃった。いおりちゃんも私は消しちゃったんだけど。うん、可愛いよね、めっちゃね。うん、仕方ないよ、それは。小屋講座やっててさ、時間忘れるから仕方ないよ、それは。大丈夫仕方がないさねえ。確かに2期も課金しないとね、ダメだよね。結構そう、運動会の練習してる。ん、ショットガン、私苦手。ショットガン、私エイムが下手だからね。なんかもう小銃弾、あ、私0号式と95式がね好き、一番多分なんか9号式は普通に強いし、あ、知らないから絶対言うわね、ごめんなさい。アサルト、あ、アサルトライフルが結局は一番強いですよね。そう、0号式強い。結構弱い私にとってはね、すごいね嬉しいよ。私全然キルしないよ、私超弱っちいから。でもね、ランクがねダイヤになったの。やっとやっとダイヤになった。クラスでね一番ランクが高いんだ今嬉しい。そう、ドンカツしてそう。ドンカツね、まだね10回くらいしかしてない。今シーズンまだ10回しかしてない。全然してないよ。救出とかしてますか？してます。うん、シャドーバース聞いたことある。やってみたいね。新マップ、新マップの方が好き。新マップの方がなんかね、そう、なんかね楽しいっていうか、水工場とかさ、トンネルあったりとか、あとお城ね一回しか行ったことないけど、あと石油プラネ、ね、石油プラットホプラットホームプラネットホームどっちか忘れちゃったけどね、そこも一回しか行ったことないね。なんか いつかお客さんと一緒になんかゲームしたりしたいです。絶対楽しいよ。ただの私の趣味かもしんないけどね。え、そうなの、小屋講座ね楽しいよね。ブルーベリートレインはね声が高すぎて私はなかなか出ないよ全然出ない、私弱いよ。そんなやってないですよ、私はやってないよね。ゲームの時性格変わるタイプかもしれない。あ、M16 ね。私 M4 の方が好きかもしんない。うん、0595を M4、 私狙撃が苦手だから、狙撃銃は基本的にもう持たない、もう結局なんかそう遠距離苦手だから、そうもうね、そうだから狙撃だけのなんかコースっていうかあるじゃないですか。あ、知らない方はごめんなさい。あるんですけど、それやってみると、まあ、私もう必ずゼロキルで、もうい、あ、でも、あ、でも1キルしたのはパンチして勝ったことで1キルしたことあります。もういや本当に狙撃銃が本当に苦手で、もう当たったら奇跡みたいな感じだからね。そう、狙撃大戦争、まあスカーね、スカースカーも結構ね、そう毎回見てるよね。さっきもマイカちゃん、持ち心いつもありがとう。なんかいつもマイカちゃん見てくれる気がする。優しいマイカちゃん
アーケードゲームはやらないの？アーケードゲーム？ゲーセンみたいな？ヨリを見てるよ。ヨリちゃん、イカリング。イカリング。あ、ゲーセンのゲームね。私ゲーセンね、なんか最近行けてなくて全然。ラブライブのね、アケフェスもね、だから全然できてないの。それが辛い、本当に。いっぱいやりたいのに。そう、だからね、なんか休みの日で、なんかショッピングモールみたいな行くときは必ずゲーセン行く、絶対。そう。そう、やる。バンドリー入れてるよ。だけどね、一回データ消えてね、一からなってね、やる気なくしたけど、でもたまにやってる。なんか、荒野行動やりすぎて、なんか全然おとぎをやってない。あ、一日一回は必ずやってるけど。ね、UFO キャッチャーね、私ね、下手だよ、私。アナちゃんも見てるの？最近、小太陽じゃないよ。小太陽じゃないよ。ねえ、荒野行動、時間忘れるよね、本当に。本当に、時間を奪われる。もう。私、本当にやばい時は、もう、半日以上 たまにあったりしてるから、ダメだよね。小太陽じゃないよ。宿題忘れないで。あ、人権作文終わってない。やばい。配信終わったらやります。チークやっぱ濃いよね。やばいよね。やばいやばい。治ってない。近くに行けば。なんか濃い。濃いよね。ちょっとなんか嫌だな。ちょっと待って。ちょっと待って。よいしょよいしょ。もうね、持ってこよう。よいしょ。よいしょよいしょ。ね、人権作文終わってないんだ。終わってないんだ私は。でもね、あともうちょっとで終わるからね。そう、あと今こうしてやってるんだけど、下手すぎてやばい私は。よし、落ちたかな。まあまあ落ちた。よし、大丈夫、バッチグー。よいしょ。あれ？よいしょ。まあいいや。よいしょっと。今度は色なさすぎる。まあいいや。お、いい感じ。チクシュ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 。バッチグーって初めて使った私。そう。ね、涙袋、私だったらね、クマがね、あるから、クマがね、涙袋に見えてるだけだよ、きっと。あ、いつもここになんか、白いっていうか、キラキラのアイシャドウ入れてるからかな。そう、薄く入れてる。得意料理は、スクランブルエッグ。料理下手な人が言うやつ。ね。できないな、料理苦手なんだ。そう、クマ無理だよね。でも最近ね、初めてね、やっとね、コンシーラーを買ったの。キャンメイクの やばいよね。それで、そう、ジョーコちゃん、クックアイドル、ぜひ皆さん動画いっぱい見てください。もう1日もう10回とか100回とか、ぜひいっぱい見てください。ふうかさん、ありがとうわー。ありがとうございます、ふうかさん。ありがとう。100回は言い過ぎたかも。ねえ。メイクが決まらないのは、え？どっちが悲しい？どっちだろう。髪型かな、わかんないけど。
でも、もう今日はもうね、ここがやばいから、ほっといてる、もう。ほっとく。もうリップとチークと、こうやってすれば、十分さ。大丈夫。いつもポニーテール学校は、なんか最初ツインテールだったんだけどね、やめちゃった。めんどくさいから。将来髪だけね、茶色っぽいね、なんかブラウン、なんか今のミーヤの髪色みたいな、あの色にずっとなりたくて、そう、小学校からずっと思ってた。絶対ね、いいよね、髪だけ染めてみたい。まあ大人になってからだけど。触覚ね、学校で禁止されてるけど、みんななんか やってるから、なんか取って出してる。大丈夫かなって まあ、あんまり校則厳しくないかな。前髪巻いても全然大丈夫だし。あ、でも三つ編みとかはダメで、あと、実はポニーテールのここの位置、ここの位置とか絶対ダメで、耳のらへんなんだけど、本当は。だけどね、バレなきゃじゃなくて、大丈夫さ。AF さん、ありがとうわー、ありがとう、AF さん。ありがとうございます。そう。ね、それ厳しいかな。三つ編みダメなの。香水ね、使ってないよ、私。そう。お金がなくてね。そう、無駄なものにね、お金を使いすぎてね、ないんだよね。買うお金が。あれ？もう一本だわ。ありがとうわー。ありがとうございます。嬉しい。ね、香水、ナータンとかも使ってるけど、私にあなたん使ってるよ。で、半分くらいのメンバーしか使ってないかもしれない。使うなら何の香りがいい？なんかお花みたいな匂い なんかいい感じの匂い なんだろう、いい感じの匂いってなんだろう、わかんないけど、なんかふわーって感じの匂いかな。つけるなら、あ、ローズ系とか、なんかめっちゃ